はい、注目3対戦のコーナーです。週刊ギャップの和田です。はい、こちらです。めちゃくちゃ心の色来てますね。どうしたんですか。はい、ちょっとはい、これはこの間中山で、はい、通算1000勝を達成しました、はい、松山調教師からの、はい、我々へのプレゼントで本当にありがたく着させていただいてます。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございました。あと1ヶ月頑張ってください。はい、ということで、前置きそれをことにして、はい、クラシック先生に向けて、はい、今週は如月賞ということになりますね。そうですね。はい、はい、まあ、ここからどんどんね序列が出来上がっていくわけですけど、はい、注目の2頭が早くも対決ということで、はい、うん、先週発売しました週刊ギャロップの方で、はい、我々が、3歳5馬の横綱と大関に、はい、格付けしました、はい、当選スターダムと、バンドワゴン、うん、これがいきなりここで直接対決と、そうですね、いうことになります。はい、まあ、両極端の、ね、客室的にも、ね、そうですね、2頭なんですけど、おっさんどっちに入れますか。僕はバンドワゴンの方を皐月賞の、うん、私もそうです、してます。当選スターダムはどちらにも入れませんでした。なるほど、それでも横綱と、まあ、ね、みんながそう、関西の評価がすごい高かった、相当高いですね。まあ、ということで、まあ、横綱当選スターダムからですけれども、はい、まあ、前回ね、とても届かないような1から33秒台の末脚で差し切って、まあね、2012年セレクトで2億5000万ですよ。うん、まあ、武豊騎手ね、JRA 賞でダービー6勝目という大きな目標言ってましたけど、この馬のことを言ってるんでしょうね。まだ2000とも着差はわずかなんですけどね、はい、なんていうか勝ち方を知ってるというか、うん、勝ちっぷりが良くて、うん、まあ、いかにも少し入れない感じがありますよね。何、はい、も武豊騎手が育っていきそうなタイプの馬でもありますね。ダービーから逆算して、ここも教え込んでいくんだろうと、うん、なるほど、思いますね。まあ、一方のバンドワゴンということなんですけど、はい、こちらはまあ、なんでしょう、荒削りというか ね、こちらも2000勝で、こっちは共にぶっちぎって逃げ切っているという、うん、はい、で初戦で破った相手が津田ワールドですね、先頃に出されて津田ワールドが勝ちました。まあ、こちらは逆に2011年セレクト制で1200万円です、ね、これだけの差があるにもかかわらずね、2002勝と、まあ、こういう、まあ、ちょっとあれですね、面白い存在ですよね。そうですね、逃げ馬として、まあ、ここも逃げ切るようならっていうところですけどね、まあ、この2頭まずどっちが勝つか、そうですね、目が離せませんね。はい、はい、まだ里のルパン、ディープインパクト3区、里のルパンも両決馬ですし、あと外国3番のエーシュン・エルビンとか、そのあたりが、まあ、どこまで肉薄するかという感じになりそうですね。はい、設楽賞お楽しみください。それから、まあ、桜花賞に向けてエルフィンステークスが前の日にありますね。まあ、メンバー的にはどうでしょう、まあ、アラムデール、この前購買ステークス2着でした。はい、と関東からもチョコレートバイン、ああそうです、ね、と、西の道シルエといったあたりが遠征するんですけど、うん、あとはサンスポの本市加藤記者がオークス候補に指名していた湘南パンドラム、はい、がここに出てくるようですね。うん、なかなかちょっとこの辺の見どころでしょうか。そうですね、はい、あとは何でしょう。東京では土曜日にゆりかもめ賞、ダービーと同じ舞台、早速500万賞でありますけれども、はい、まあ、ラングレーの巻き返しということになりますかね。注目は、デビュー戦を勝利に導いた戸崎騎手とのコンビで、まあ、2勝目をまずは、っていうところです。はい、で日曜日には春菜賞もあると、盛りだくさんです。はい、はい、まあ、とりあえず如月賞の結果は目が離せないので、ね、はい、皆さんクラシックだけで注目してください。はい、ありがとうございました。